はい、ありがとう。整体の平野です。スマホがね、体に対して非常にこう悪い作用を起こしているというね、動画を撮らさせてもらっているんですけども、スマホを見る形ですね、下を向いて、胸を潰して、そして目を酷使して、そしてこう握る動作ですね、この中に、トラウマ的なもの、怖い、心配、怒り、そういったものも含まれていて、そういう握る動作、そして電磁波、にそこにですね、今度はネガティブな情報をやっぱり見る機会が逆に多い。で、今年ね、ちょっと、私も野球好きだったんだけども、ずっとこうあんまり見なかったんですけども、今年ね、中日ドラゴンズね、試合を結構見るようになって、実際にその、打てないということで、それをね、こう見ると、試合後のね、いろんなあれを見ると、コメント欄にね、もう本当にこう、すごいこう、ネガティブな情報がね、いっぱいこう載っていて、確かに僕もそれを見ながら、そうだよな、そうだよな、この選手は変えた方がいいよな、ってこう、ずっとこうやってたんですけども、ふって気づくと、やはりその、先ほど言ったこういう形になっていて、なおかつ、ネガティブな情報を見てしまうと、より前の方に意識がいって、この巻き方になりね、頭を下げて、胸を潰して、首を潰して、本当にこの一つもいいことがないんですね。ですから、スマホを、使うとしたらですね、いい情報をなるべく、あんまりいい情報ないんだけども、そういったいい情報をね、見て、そして明るく使ってもらうといいかなという中で、本当にこの使いすぎ、スマホの使いすぎ、パソコンも一緒かもしれないけどね、とにかくどんどん前に行ってガチガチになって、しまっています。ぜひね、当院のね、この腕の緊張から取る、スペシャルなね、この体起こし、非常にね、現代社会人にはすごく合っていると思います。20年近くね、整体をやってきて、もう全然こう、最初の頃とはね、違う整体法をね、作ってきたんですけども、本当に今、自分でね、自分を褒めてあげたい、そんな気持ちになっています。ありがとう、整体、ぜひね、お越しください。